6月23日は、グレゴリオ歴で年始から174日目にあたり、年末まであと191日ある。スコットランド独立戦争、バノックバーンの戦いで、スコットランドが決定的勝利マルタ包囲戦、セーエルモトリで陥落するモトゥルグと、レース戦士プラッシーの戦い、イギリスによるインド支配が確立クリストファー・レイサム・ショールズ、タイプライターの特許を取得。 画像は1873年の、ショールズタイプライター昭和新山誕生部賞、織田信長誕生。ナポレオン・ボナパルトの妻、フランス皇后、ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネ誕生作曲家、カール・ライネッケ誕生。漢学80奏曲作品216より第1、学賞を聴く、洋画家、岸田流星誕生。画像は、霊子立像、計算機科学の父、数学者。 アランチューリング。ローマ皇帝ウィスパシアヌス台湾の停止政権の祖、帝政公物理学者、ビルヘルム・ベーバー。時速の単位ウェーバーに名を残す作家、国木田どっぽ大韓民国国務総理、金賞筆沖縄慰霊の日。画像は1995年同日に混流された、平和の石ありがとうございます。